ということで今からですね、リアルタイム、あれをします。エスカレーター問題の、あえて右側に止まってみたシリーズ第3弾。せっかく新宿まで来たんで、まあ、さっきもずっと行くときはもうやってたんですよ。やってたんだけど、まあ、時間が時間だからか、あんまり人がいなくって、あんまり意味なかったんですよね。だから左に人が立ってないと、右に立っても何の意味もないんですよ。だからですね。だから、左にいる人がいなかったんで、ほぼ意味ないです。うん。まあ新宿もかなり、まあ危険なところなんで、まあなんか文句つけられてくっかなと思って、まあ行きの時はやったんですけど、まあ誰も言ってこなかったんで、まあ、このヤクザ風ファッションは非常に有効だということを実証されてます。女だと大体舐められるからな。まあ、唯一の俺の良さであるこの人相の悪さを逆に生かすという、逆に、生かすいい機会です。暑いね。にしても暑いな、マジで。湿度がひどい。あ、つかねえな。こっちにあるな。まあでも非常にナノさんの声も可愛かったし、まあ美人でもあって、なおかつ、俺よりか多分腕細いっすね。俺よりか腕細いんで、すげえなと思いましたね。今日はチャイナ服みたいな格好されてたんですが、まあでもな、まあ、結局あんまり、そのバーの店長のせいで、ほとんど、楽しめなかったですね。全然。非常に残念です。非常に残念です。まあ、あそこでいろいろとイベントが起きてるんですが、他のコスプレイヤーさんとかなんとかわからんけど、いろいろやってるらしいですけどね。あった。なんか俺が入って早々迷ってしまってって、まあ実際迷ったんですけど、20分ぐらい迷ったんですが、それを言ったらですね、なんかもうすでにいきなり、嫌悪感をあらわにしてましたね。気分が悪いです。ファーストインプレッションがもうあれですからね。もはやクソだとしか言いようがない。77さんにサインいただいて、チェキも行っていただいて、あとおいおい何ええ機会な何がゼミあ、セミはカマキリ君が、半分ぐらい食いましたが、幼虫だったんで、カマキリが幼虫だったんで、おそらく食えなかったんでしょうね。半分ぐらい残して、終わりました。まあ、あれ以上食うと死ぬでしょうね。まあ、カマキリはお腹いっぱいだと食わないですから。まあ、半分ぐらい食わなかったですね。でかさですからね。まあ、致し方ないかな。絡まれたらどうするの？絡まれたらどうする？いや、どうするって言ったってどうもしようでねえだろ。無視する以外の方法ない。で、俺帰りがあれあ、やばい。やらかした。あ、やばい。やらかした。これ違うとこ行ったな。意外に人通り少ない。今日少ないっすね。ちょっとマジ。乗り換えやんないとわかんないかもしれない。すいません。副都心線っていうのはどこにあるんですかね。あ、ちょっと間違ってしまったんですけど、どうしたらいいですか。あ、元町間違えました。ミスった。乗り換えミスった。乗り換えジョルダンないと全然わかんないんで、副都心線の、間違えて別のとこ行っちゃって。副都心線の何駅だったっけな。人をぶっちゃダメなんだよ。暴力は犯罪です。女性専用シャルでは当たり前のように叩いてくる人間いますけどね。それ犯罪なんですけど。押し出したり、手を触れるの時点ですでに犯罪なんですが、手を触れたらもうセクハラですからね。セクシャルハラスメントで、アウト。ほら、誰もいねえんだって。意味ねえんだって、これじゃん。これで意味ねえんだって。どこ行くんだっけな。どっち側だっけな。あ、大久保だ。めっちゃ風吹いてくる。どこだ？あれ、嫌な予感すんな。こっち合ってんのかな。だいたい逆行くからな、俺な。絶対、あ、こっちだ。こっちだから、こっちいいんだ。明治神宮前。過去原宿、ちょっと行きます。ふぅ、暑い。案外来ない。IH コーポレーション、シネブス、シネ男女。創世記ブス。アホらしい。こういうとこ、だからこういうのってのは、こういうとこでしか文句言えない、度胸がない、クズだってことです。文句があるのは直接言いに来いって話なんだ。で、こういうの、だからね、トイレとかに書いてあるでしょ、たまに。あんなもん、所詮臆病者のまあ陰湿ないじめですよね。まあ俺も昔中学生の時いじめられて、高校生でもいじめられたんですけど、中学生の時に、いわゆる掃除の時間が放課後あるじゃないですか。まあ、ホームルーム後。で、ホームルーム前か。でね、机を、机をこう、と椅子をこう、ガーって後ろに下げて、で、掃き掃除して、まあ、拭き掃除するみたいな雑巾でやるじゃないですか。あれを、するときに、あまりに、いじめてくるやつが腹が立ったんで、机を、投げつけて、椅子も投げつけて、その時点で。本来、後ろにダダダーって下げなきゃいけないんだけど、そいつに向かって、椅子と、机ぶん投げて、ぶったたいたら、それ以降してこなくなって、最終的に、友達になりましたからね。だから、やられたらやり返すしかないんですが、やられたらやり返すっていうのもできない人が、まあ、いっぱいいますよね。だから、もうそういうのはそうですね。かなり難しいです。それこそ、まあ有名の YouTuber の、少年のユタボン氏のように、まあ、不登校になればいいんじゃないですか。いや、不登校になればいいんじゃなくて、なった方がいいと思いますよ。うん。まさにあの子の言う通り、なった方がいいです。死ぬよか回しです。バカバカしい。なんでおめえらのために死ななきゃいけねえんだよって話なんですよ。まあだから俺だったらですよ。まあ死ぬとしたらですよ。自殺するとしたらですよ。まず最初に、そのクズを、ナイフでぶっ刺して、その後に自殺します。やられたらやり返すしかないんですよ。だから、それを腹立たないといけないんですよ。腹を立てないと。やられたことに対して、腹を立てて、最終的に今引きこもったとしてもです。自殺したよりマシです。だから中川翔子さんが言ってます。死ぬな。いじめられてる君は悪くない。絶対に悪くない。死ぬな。っていう本が最近、出たんだっけ？もう出たんだか出てないんだか忘れたけど、まだ出てねえのか。まあ僕はあれ買いますけどね。全然来ねえんだけど。あれここ東京なんだけど、5分に1回ぐらい来ると思ったんだけど、来ないですね。喉乾いたな。喉乾いた。逆側来たわ。逆側？あれこっちも乗ってもいいんだよね。元町行き。どっちもいいな。こっちもいいらしい。あ、涼しい。The next stop is Kitasanto, F14. The next stop is Eijichin Square, Harajuku, F15. I don't know, for me, but they think it's like, okay, so, さっき、電車の中で、まあ、正面あたりにいた女性二人が、まあ、俺の多分、スマホが、壁、扉じゃねえ、ガラスに反射して、自分を自撮りしてるのを、まあ、見てなんか、なんか言ってたんですよ。で、その後に俺がガンつけたら、なんか怖いとかなんとかって言って、で、なんか、言ってましたね。まあ別にいいけど。別にお前ら撮ってるわけじゃねえからな。まあカメラはそっちの方向けたけどね。お前ら撮ってるわけじゃねえから。勘違いすんな。すいません。あ、今のは成功ですね。成功例その2。まあ明らかに人で埋まってましたからね。はい、右側に止まる運動大成功。全部で何回やったかな？今日だけで、5回ぐらいやったか。5回ぐらいやりましたね。で、5回とも誰も、何も言ってこないです。まあ、言ってきたら言ってきたで、まあ別に俺は無視するんですけどね。だからね、カメで、なんか、やられたら、まあ、警察に通報すりゃいいんで、俺は全然悪くないですからね。むしろ善意ですからね、これは。いやー、今日も暑かったね。Please wait behind the yellow warning blocks.